ちら、戸田市役所です。ちょうど今、戸田ふるさと祭りの準備が行われています。今回のふれあい戸田は、令和最初の戸田ふるさと祭りの様子をお送りします。平成18年以来、ボートレース戸田で開催してきた戸田ふるさと祭りですが、多くの市民の皆様のご意見やご要望を受けて、14年ぶりに戸田市役所駐車場とその周辺で開催することになりました。いよいよ開会です。ワクワクしますね。そして戸田市出身の人気女優夏菜さんが戸田市の PR 大使に就任されるということで、これから就任式が行われます。夏菜です。どうも皆さんこんにちは。ずっと戸田市を愛し続けてください。令和元年8月17日戸田市長菅原文人。第45回戸田ふるさと祭り開催します。次回のふれあい戸田で PR 大使夏菜さんの特集をお送りします。お楽しみに。祭りを通して伝統や文化を次世代に継承していくため、戸田っ子フェスタ in 戸田ふるさと祭りも開催しています。流し踊りが始まります。戸田市内の19の町会自治会の皆さん総勢450人が集まっています。
ふるさと祭りの2日目です。今日は浴衣で来ましたよ。いかがですか？あそこでネリマックスたちが倒れているわ。ご当地ヒーローショーもやっていますよ。おなじみのドテレンジャーも出ています。最強戦隊ドテレンジャー。フットゴルフ体験があります。やってみます。てい、あともうちょっとでしたが楽しかったです。昨日は流し踊りでしたが、今日は雰囲気が変わってサンバのパレードです。私が大好きな日本酒の利き酒会がやっています。 ありがとうございます。じゃあいただきます。すごい香りが華やかです。祭りのフィナーレ、みこしが来ました。菅原市長、戸田ふるさと祭り無事終了しました。ご感想はいかがですか？はい、14年ぶりに、市役所周辺に、会場を戻しましての開催となりました。新しい令和の時代にふさわしい新しい戸田を感じていただけるような、お祭りになったのではないかなというふうに思っております。ぜひ皆さんのですね、それぞれにあるふるさと感じていただけるような祭りになったらありがたいなと思っておりますし、市民の皆さんがこの祭りで一堂に会して一丸となって戸田市をもっともっと好きになってもらえるようにと思っております。本当に皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。2日間にわたって開催された第45回戸田ふるさと祭り、私もたっぷり満喫しました。来年も楽しみです。次回のふれあい戸田は戸田 PR 大使私夏菜の特集をお送りいたします。お楽しみに。